なんで緊張するの？何の話ですか？いや緊張するってね、打ち合わせが。あ、じゃあ、あの打ち合わせ明日の、うん、緊張しません？なんか、はい、間もなくです。ちょっと俺らがやるだけよ。大丈夫大丈夫大丈夫。誰だ。今日あの車でギノガルフに来たんですよ。大体そうだろ。あ、そっか。俺もそうだね。俺黙るとこだった、ごめんなさい。お願いします。カレンがね。あ、はい、カレンが自分で。ああ、そうです。私が、はい、はい、はいはい、そう来たんですよ、うん、でカバンの中から普通に車の鍵取ろうとか普通にいろんなもの取ってたんですよ、うん、したらボトってなんか落ちたんですよ、うんうん、見たらハサミでした。怖っ。皆さんこんばんは、神田邦弘です。こんばんは、伊波優作です。こんばんは、花城かれんです。さあ始まりました、ギノガルフ。はい、どういうことかちゃんと聞いてみましょう。怖いんだ。ハサミがボトッと落ちた。あ、そうです。大人用のハサミ。大人用のハサミがよくわからないんですけど。なんか大人用のハサミ。子供用のハサミ。いや、子供用はなんとなくわかるけど、普通のハサミってこと。もう大きいハサミってこと。はい、大きい、りりしい感じの。りりしいハサミって何か。感じのハサミがボトッと落ちてきて、ちょっと気まずくなります。裁縫用のでかいのね。ピチッとしたハサミはわかるけど、うん、普通のハサミ？切れ味がいいハサミ。お前の語彙力は鍛えていこうな。まあまあまあ、じゃあしっかりしたでかいハサミが落ちたってこと。はい、なんで？でかいハサミがカバンに入ってたの？それは。なんでですかね。なんかいつでも前髪切れるようにとか。あ、前髪を切るためのハサミね。いつでも切れるようにって持ってるんだ、ハサミ。あ、持ってます。なんか女子ってあの前髪だけ自分で切ったりするよね、うんうんうん、あ、そうです。それ用のハサミってこと、うん、許可得たらすぐ切れるような。誰に許可を得たの？あの事務所に許可得たら、うん、前髪ちょっと切っていいですか。あ、そうです。切れるように。それも許可いるの？あ、そうです。喉がなんか、喉がなんか何も許可なく切ってたよな。もうこんがり焼けたりね、うん、あ、その辺ちゃんとしてるな、カレン。そうですね。そうか。いや、じゃあ前髪切ってまたその切ったものをまたちょっと報告したりとかもするの？あ、それは報告しないですね。あ、切っていいですかだけ確認するとか。はい、切っていいですか。ああ、そうか。まあでもそんなでかいハサミいるか。いや、いらないんですけど、うん、なんか持っといた方が安心するなっていう。前のカバンの中はでかいハサミとでかいタワシが入っている。タワシもね。そうそう、これなんか落とし物とかになったらもうわけわからない。この人なんだろうってなるだろう。仕事してるんだろうって思うな。ね、そうですね、うん、いや、まあまあ、でもまあ自分がびっくりするぐらいですか。周りがもっとびっくりするでしょうね。暗闇だったんですよ今日。怖いわ。怖かったです、はい、そうだ、誰かに見られたら嫌だね。はい、それもね、そうだね、うん、はい、ということで、じゃあ早速進めていきたいんですが、はい、この1週間何があったのかなのコーナー、はい、早速いきますか。はい、はい、じゃあイヤさんからいきますか。僕からいきます。はい、もう僕はね、もう昨日ですよ、はい、昨日ね、うん、はい、ライブがね、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。皆さんね、差し入れまで。あ、いえいえ、聞いてない、聞いてない、分からない人まで説明をすると、はいはい、昨日ねカチュンと OBP と、はい、まあ、リュードルも含めて、リュードルもね、はい、僕は午前のその3組ね、うん、カチュンとリュードルと OBP が出ているライブに、はい、僕ね、まあ、ライブは、まあ、OBP のライブは何回か見たことあるんですけど、ただ屋外とか、屋外、そうですね、屋外とかなんかの、まあ、イベントだったりとか、ああいうライブ、昨日サイバーボックスでね、うん、ライブで、ああいうそういうね、ああいうライブ、ライブ、いや、だからカチュンの時も沖縄アリーナだし、そうそうそう、ライブハウスで見るのは初めて、初めてで、いや、はい、やっぱり迫力ありますね。まあ、ステージともねすごい近くて一体感あるし、音響もすごいし、テンション上がりますね。やっぱああいう箱の中で見るとね、ライブ、うん、それ初めてね、カチューンのそのああいうライブハウスで、ね、はい、踊っているカチューン見て、ああ、もうアイドルだなって思いましたね。今会話レベル3ぐらいですよ。大丈夫ですか。いや、よくあって、いや、なんだろう、
キラキラしてましたね。あ、ありがとうございます。やっぱりね、本当に単純なことなんですけど、うん、本当単純なことよ、うん、まあ、写真とかで見るよ、そういうライブの、ね、うん、なんか SNS でね、うん、よく上がってるのだったり、うん、動画だったり見るけど、まあ、生で見るとやっぱもちろん違うんだけど、うん、やっぱ俺カレンと合ってるのってマスクしてるカレンしかまあ見てないというか。ああ、そうか、普段ね、こっちでもです、ね、ラジオの時はもうほぼマスクですからね。そうそうそう、うん、まあ、他のカチューンのゲストもね、みんなこっちギノガルフにも来てもらったんだけど、みんなやっぱその時マスクしてるから、うん、はいはい、あんまりこの表情というか、うん、笑ってる、ね、顔だったりとかがあんまり印象なくてというか、うん、でカレンもずっとマスクしてるからさ、本当に笑ってるかどうか分かんないじゃん。いや、はい、目で分かるでしょ。いや、それもね、なんかそういう担当したその、ね、カチューンの表情を見れたのもすごい良かったっていうか、うん、もう生き生きしてて元気いっぱいで、あ、やっぱ迫力あるな。あのさ、うん、表現がさ、子供に言うやつだぜ。あ、元気いっぱいだねとかキラキラしてハキハキ。小学生を褒める言葉しか出てきてないんですよ、そうっすね、今のところ、うん、いや、なんかずっと圧倒されてたっていうのが本音から、なんか、うん、ずっと気づいたらぼーっとそれをそのままもう時間忘れてずっと見てて、あっという間に終わってね。カチューもすごかったけど、やっぱリュードルさんもね、うん、OBP も、うん、ゆうこちゃんも久しぶりにステージの上でね、うん、踊ってるゆうこちゃんも見て、はい、なんか元気だったな。大丈夫ですか、やだ。元気とハキハキしてるなしか出てきてないさっきから。ハキハキ動いてるな。すんごい動いてるな。すんごい動きますね、やっぱね。いや、すんごい動きます。すんごい動きますね。すごいんですよ。で、やっぱすんごい動きますね。なんていうの、アイドルごとにカラーがやっぱ出てるし。うん、ああ、それあるね。うん。いや、だからなんて言うんだろうな、リュードルはもう僕の中でめちゃくちゃ踊ってめちゃくちゃ歌うみたいな、うん、もうノンストップでガンガン行くっていう、あの迫力あるイメージで、うんうん、で OBP はやっぱそのバリエーションというか綺麗に見せるところと、そうだね、綺麗に見せるところもある、ね、とあるし、まあ、明るく楽しくやるところがあって、でカチューンはもうまだこの楽しみがどういう感じになって5人で楽しんでる雰囲気もあるし、だけどよく見たらそのお客さんというかファンの方がまたこっちはこっちで盛り上がってるし、すんごい声出してね、楽しんでる時間もありましたからね。そうですね、そうだね、そう、だから確かに確かに、うん、その3組なんか全然ちょっとカラーが違うっていうか、そう、それぞれ見せ方、うん、まあ、曲にもねやっぱよるけど、ね、なんか違う印象やっぱありますね、うん、っていう感じでしたね、うん、なんかやっぱちょっと後ろから見てたんですけど、うん、途中ね、シャゲさんがもっともっと前行ってどうですかって言う、ね、うん、言ってくれてたんですけど、はいはい、なんかもう恥ずかしくて行けなかったな。それね、俺もちょっと分かるの。分かる？いや、俺、まあ、後で言うか、うんうん、なんかまあ恥ずかしいっていうのは、なんだろう、もう多分カレンと目合うのが恥ずかしいというなんでですか？でもちょっと分かるよ、うん、分かる、うん、なんでですか？いや、だからここで喋ってる時は緊張しないよ別に。はい、ただステージにいると、そうそうそう、なるほど、こういうちゃんと普段アホみたいな感じだけどちゃんとやるときはやるんだなっていうのをこう見せてるときはやっぱ輝いてるんですよ。あ、ありがとうございます。そう見たらなんかこっちもなんかどう反応すればいいかがわからないというか、うん、僕でもステージからって、はい、そうそうそう、もうみんなお客さん一人一人の顔ってもう見れてる、見え一応見えますね、遠すぎなければ。サイバーボックスは見えそうだよね、あの、そうですね、アウトプットは見えない時あるよね、見えない時がたまにあったりするので、そう、なんか良かったですよ、だから、うん、ちょっと人影に隠れながら見てるような感じでしたね、僕ね。怪しいですよ。別に悪いことしてるわけじゃない。ちゃんと出してください。シャギさんも、うん、気使って、前に前に、もっと前に前に行ったらいいですよって言ったけど、なんか、大丈夫ですよって言いながらちょっと後ろで構えてみてました。ヘラヘラしてた。ヘラヘラしてましたね。ちょっとオレンジジュース飲みながらヘラヘラしてた。そうそうそう。そうですか、うん、本当はねちょっと飲みながらやりたかったんですけど、ね、いやでも一旦通り、うん、みんなこうやってこう盛り上げてくれるんで、
まあ、ベタにいいかもしれないですけど、こっちがパワーもらいますよね。あ、そうですね、やっぱりね、それは感じますね。うん、なんか午前の部だけしか行けなかったけどね、うん、もうライブ終わって外出たら、あ、まだ1時前かと思ってそうですよ ね、 ね、暗闇から一気に明るくなるので、うん、いやでもなんか今まであんまり経験してないっていうね、うん、あのライブのあの感じはいいでしょう。でもいい、もうね、いいそのマンボウも解除になって、そうそうそう、でその主催によってルールが違うんですけど、うん、あの午前の部は声出しも OK だったんで、あーそっかそっか、うん、そうそうそう、言ってたねライブで、ね、だからそのファンのね、うん、皆さんの感じもまた迫力があって、あ、よかったですよ、うん、だいぶ違う、やっぱり声があるのとないので、お客さんだいぶ違いますね、やっぱり声があると、うん、なんだろう、もっと自分たちも盛り上がろうってなります、うんうん、そうだね、まあまあルールの中でいろいろね、うん、やってるかと思いますけど、まあでもよかったよ、かったよかったです、うん、はい、はい、じゃあ僕も行きますか、うん、はい、まあ、僕もライブ見に行って、うん、で午前中はねその見てたんですけれども、初めて写真を撮ろうと、うん、ライブハウスでスマホ以外で写真撮るの初めてだったんですよ、はい、それを試してみたんですね、うん、そしたら思いのほか、うん、撮れたんですよ、うん、気がついたら2500枚ぐらい撮れた、そんなに撮ってたの、そうそうそう、いやなんか1回押したら3回ぐらい、カシカシカシ、電車ですか、そういやなんか押したら勝手に3枚ぐらい撮られてて、であの午前の部が家戻ってこうやったら、まあまあいい感じな写真も撮れてて、うん、ただカチュンの時があんまりその撮り方とかがわからないから、うん、あんまり撮れてなかったんですけど、はい、ただそんな中あのカレンを撮ろうと思って撮ったら、あのなんかの振り付けのとこでしょうね、うん、4連射の4枚目ですっごい睨まれて、うん、今日ツイッターで信じられないぐらいガン飛ばされて、うん、ギノガルフのツイッターアカウントに先ほど写真あげたんですけど、うんうん、1枚目から順番に見てってほしい、4枚目が、うん、ちょっとこの人大丈夫かなって怖いぐらいな感じで睨まれたんで、怖かったね、怖かったんですよね、あれ、うん、俺だから他の人にやったらダメよあれすごい怖い目つきだったんですけど、ハサミ隠して持ってた時でしょあれあ持ってた持ってた、怖い怖い怖い、私だったら怖いな、いや本当にちょっと、なのでよかったらギノガルフのツイッターぜひ見て見て、そうですねレスですよレス、いやいや本当にだからそういうのがあって、まあ、ただありがたかったのが、はい、俺右端からステージ向かって右端だからステージから見たら左端のスピーカーの横で撮ってたんですけど、なんかその前とかに、あどうぞ前どうぞとか言ってくれて、うん、あのこっちどうぞあの前行って撮ってくださいみたいな、みんななんか優しくて、そうそうそう、でなんかあ俺もあもっと前、あ大丈夫ここで大丈夫です伊波さんと同じ感じで、ね、うん、あんまりがっつり前にも、まあ、一応前にはいたんだけど、うんうんうん、本当に食いつきで写真撮るっていうのがあんなのもできなくて、はい、ちょっと下がりながら写真は撮りましたけどね、そうそう、ずっと確かにカメラ、ね、構えてたね、うん、カンナさんね、だから2500枚ぐらい言ってた、ね、うん、疲れた、こうな綺麗なフォームで写真撮ってましたよカンナさん、ずっと構えてたでしょ俺こうやってずっと構えてた、うん、ね、うん、相当疲れましたねだから午前中あんまり覚えてないですね、あそうそうそう、で、そう、そのバッファさん、そうなんですよ、最善は意外と撮りにくい、これね、本当そうなんですよ、うんうん、多分動画だったら最善がいいと思うんですよ、うん、なんか自然にこうなんかバーってね撮れると思うんですけど、写真でやろうと思ったらちょっと引きで高さがあった方が、うん、その一人一人のうまく撮れるんじゃないかな、ちょっと勉強になりましたね、うん、そうそうなんだ、最善が撮りにくいんですね、あのね写真はね難しい、自分もあんまり分かんなくて、うん、あのアップすぎると難しいの、ズームとかしないんですか、そういやだから引きからズームして距離合わせてやったんだけど、はいはい、前すぎるとねまたそれが難しくてね、そうそうそう、そうなんだ、あ一脚でね、いや一脚そうか、はいはい、三脚ダメだけど一脚 OK だったかな、一脚うん、とりあえず下に固定するのがねあったらいいんだよね、うん、あそうそう、最前図見上げる画角になっちゃう、そうそう、正面がないから全部見上げてる感じだから、そう、ただ何人か声かけてもらえば、うん、あ神田さんっつって、うん、あのいつもギノガルフ
見てますとか、うんうん、あの明日も楽しみにしてますとかいろいろ声かけてもらって、はい、ちょっとなんか楽しかったですね。久しぶりにああいう現場に行けて、さもう配信でしかさ最近見てなかったんだけど、はい、やっぱ現場に行くとそうそうそういろいろみんなから声かけてもらえたし、うんうん、でねカチュンも OBP もそれぞれね関わってるんで、はいはい、あのやっぱ楽しい現場だなと思って、あとはあのちょっとイベントを考えてるのでそれの勉強の意味も含めて僕行ったんですよ、うん、あなるほどこういう感じなんだなとか、うん、こういうことしたら盛り上がるのかなとかそういうイメージを膨らますためにも行ったんで、ちょっとずつ動いていきたいと思いますので、はい、おいおいそれはまた報告させていただきたいと思います。はい、じゃあカネンいきますか。そうですね、これはどっち行った方がいいんだろうかな。どっちでもいいよ。どっちでもいいですか、うん、最近、うん、あの昨日のライブではないんですけど、うん、最近弟の卒業式がありまして、うん、弟が卒業したんですけど、うん、一緒にやっぱりステーキを食べに行ったんですよ。小学校卒業、うん、あそうです、小学校卒業で一緒にやっぱりステーキ卒、うん、あー食べ2人で食べに行って、やっぱりステーキ卒業って意味わからない間違えました。食べに行ったんですね。で、はい、この時はちょっと調子乗っておごるよみたいな、うん、ちょっとあのお姉ちゃん風を出したんですね。いやそれはいいですね。そしたら弟がなんか、うん、あいいのって言って、普通にあの 400g ぐらいの、うん、あれなんだろうな、サーロインステーキ3000円以上するやつを、あらなんかまあまあのやつ頼みました、まあまあのやつを頼んできて、でもうお姉ちゃんだから買うしかないじゃないですか、うんうん、そうね、しょうがないなとか言って買って、うんうん、まあ普通に食べてて、自分もミスジステーキみたいなやつを頼んで 200g ぐらいの頼んで一緒に食べてたんですよ、うんうんうん、そしたらあれなんか違うなと思ったら、うん、ミスジステーキじゃなくて違うや中落ちカルビを自分が食べてて、うん、でなんか 150g ぐらいの食べてて、それでこの店員さんが間違えたって言って、うん、後で持ってきたの。あそうです、うん、後でミスジステーキも持ってきて2つ食べれました。あら、うん、あら、ラッキー。自分の方が得しました。弟は残すんですよその後。はぁ、300、 300って結構あるからね。400です。あ、400か。400は大きいよ。そう、 400g 残して、はぁとか言いました。さすがにあんなに払ったのにとか言って、ちょっとそうな、それがはい、いいですね、うん、いやまあでも卒業したからね。そうそう、はい、まあ、そうそう、うん、そのお姉ちゃんがおごったっていうことで。そうですね、二人で行くんだ。あ、行きます。仲いいね、うん、仲いいですきっときっとな。あ、なるほど。まあじゃあ一言だけ一応昨日のライブの感想も、はい、そうですね、うん、昨日は1日目と2日目、2日間あったんですけど、うん、あ、そうか、そうそうだね、2日間あったんですけど、うん、1日目がマリさんの生誕祭で、リュードルのね、はい、はい、で2日目が、ニューワールドオーダーミニの一部だったんですけど、うん、まず1日目にこのストッキングを履いたんですね。あの2日目も履くんですけど、うん、それはそうでしょうね。1日目履いた時には綺麗に履けたんです、うまく、うんうんうん、調子いいなと、いつも言ってるじゃないですか、うん、で今日はもうできるみたいな、ライブできる日だみたいな、うん、気合い入れて行ったんですよ、うん、帰ってくるじゃないですか、うん、めちゃくちゃボンレスハムみたいになってて、あの右足の真ん中と左足の上、太ももの上と、うん、あの膝の下ら辺が、うん、穴がとってもとってもポンポンポンって開いてて、うん、と思って、うん、やっぱサイズが合ってないのかなと思って、次からちょっと LL ぐらい履こうかなって学びました。 LL ではないだろうカレン。いやでも、あ、やばいやばい、うん、めちゃくちゃ開くんですよ穴が。昨日は開いてなかったでしょ。昨日開いてました。嘘。はい、あ、俺顔取ってたから足見てないな、あんまり全然わかんない、ね、堂々と開くんですよ最近。堂々と開くそうですか。はい、はあ。それをまず学びましたね。なるほど、ちゃんと買い直そうみたいな、サイズアップしようかな。周りも破れるの、周りのメンバーも。他のメンバー、周りのメンバー結構無傷で、なんなの自分だけが結構悲惨な状態になるので。なんだろうな、動きは同じはずだけどね、やっぱ使ってる場所が違うんですかね。そうだな、筋肉の場所が違うんだろうな。それを結構なんか聞きたいなっていう。シルシュアトさん、来週は足だけ見ますやめてください、ね、俺もどこが破れるかだけじゃあずっとチェックしないといけないですね。島間みたいな、いや今
今やめたっていうの分かったら楽しいですけどね。とあの東京 OBP さんの、うん、綾瀬ちゃんとか、うん、ゆうこさんとか結構沖縄でも、うん、顔とかおしゃべりとか したことがあるんですけど、かんなみちゃんが初めましてだったんですよ。なるほど。お話ししたのが、うん、で前からずっと話してみたいなとか思ってたので、うん、お話ができてよかったです。なるほど。かんなみ対話も初めてだったんですよ。なるほど。まあ、かんなみは来たことないねこっちね、うんうん、そうなんですよね。そうですね。そうそうそう、うん、他のメンバーはもう1回は来てるんだけどね。あ、そうです。ココナちゃんとかも、そうそう、顔とかは あかりとかも、あかりちゃんとかも来てて、そうだね、かんなみ1回多分汐留で会ったぐらいかな。番組にちょっとねいくつかタイミングで ね来てほしいですけどね、うん、はい、いや OBP もさすがでしたね。さすがでしたね。めちゃくちゃ可愛かったです、うん、はい、ということで、ツアーファイナルも良かったですよ。ここの、うん、ここ沖縄 OBP もそうですし、はい、東京もそうですし、全体でもねいい感じで、はい、ひとまずお疲れ様でした。さあ、じゃあツイキャス拾っていきましょう。シルスチュアートの一番乗りですということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ジャムさん2番です。2番です、はい。バッファさん、東京寒すぎて震えてます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。なんか今日寒いらしいね、冬の戻りって言ってましたけど。ニコニコヒーコさん、カナさん、ヤさん、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。ポンポンのぶりさん、こんばんは。綺麗に白赤黒だなってことで、あ、この服がってこと、うん、そうですね。白黒ではないな。ありがとうございます。野口孝美さん、神田さん、矢さん、花下さん、こんばんは。こんばんは。神田さん、生で見るデージ男前でしたってことで、もうそんなことないよ。そんなことないよ。ありがとうございます。ポンポラブリーさん、あ、フォーカスされたスターだってことで、今日お昼マリと、あ、なんかそうそう、ご飯食べてて、タイガが、そう、タイガが歩いてきたからずっと来るの待ってたんですよ、うんうん、でずっと喋ってて、あれとか写真撮っていいですかって言うから、いいよっつって、なんか撮られた感じでっつって、うん、あって驚いた感じで撮ったんですけど、誰も疑わないっていうね。そんな感じでした。沖縄リワンチュールさん、お三人さん、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。ニセカメさん、皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。伊藤さん、かなさん、やさん、花城さん、こんばんは。はい、こんばんは。ニコニコヒークさん、あ、そうか、名古屋からか、今帰りましたってことで、大好きな沖縄で太陽チャージ、元気チャージできましたってことで、 ありがとうございました。はい、ナルトさん、こんばんは。いよいよプロ野球開幕、球春到来ですね。そんな FM ギルマン、明日この時間お送りするフリムラジオのメールテーマは球春到来ですということでね、明日もぜひ聞いてください。同じ時間です。はい、MJ さん、 MJ さんも来てたよ昨日会場、僕の隣にいました。ありがとうございます。はい、かなさんやさん、かれんちゃん、こんばんは。日曜日の OBP のライブ楽しかったですねということで、日曜日の OBP のライブ、あ、2部ですか。昨日もいましたよ。一部もいました。あ、一部もいました、うん。ありがとうございます。はい、許可なくやるとめっちゃ怒られるみたいな。あ、前髪ね。はい。そうそうそう。ニコニコヒックンさん、カンナさんとカレンと同じできて嬉しかったです。そうそう、声かけてくれて。ありがとうね。ヒックンですってことで。はい、ありがとうございます。シーサーさん、カンナさんやさん、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。赤い衣装にポニーテールのカレンちゃんもこんばんはってことで。こんばんは。火星人さん、カナさんやさん、カレンさん、こんばんは。はい、こんばんは。バファさん、イヤさんいらっしゃったのってことで、いましたね。後ろの方にいましたね。後ろの方にいましたね。センターの後ろにいましたね。はい、ひろゆきさん、カナさん、イヤさん、花城さん、こんばんは。はい、こんばんは。ひろゆきさんですよね、僕の右前にいたのね。多分ちょっと音が出ながらだったんで、多分ひろゆきさん、ひろゆきですって言ってくれたと思うんですけど。厚揚げさん、カレンさん、元気ありがとう。カナさん、昨日横で一緒に写真機を構えてました。ご挨拶させていただきありがとうございました。イヤさん、パワー、こんばんは。中山筋肉みたいな。はい、あ、そうか、じゃあ左側にいたのかな、多分そういうことかな。あ、はい、ありがとうございます。バファさん、あつきは、あつきが、うん、上手になってたよ、その2部の、2部のっていう OBP のツアーファイナルの、うん、あんまり上手くならないでって言ったのに、うん、なんか MC も上手くなってた。なんでよなあ。堂々としてましたよ。あ、そう、うん。なんでこんな残念があるんでしょう。たくみさん、かなさんやさん、花城さん、こんばんは。はい、こんばんは。いや、スリーマン、あ、そうか、スリーマンライブね、対バン、まあ、対バンのスリーマンってことですね。ありがとうございます。とてもいい治安のフロアでした。そうね、みんな、はい、結構声出してやってましたね、うん、
声イコール規制ってことで、はい、はい、あとしげさんもいやさんかれんちゃんかんなさんこんばんはです、こんばんは、こんばんは、かんなさん昨日会いましたねってこと、はい、ありがとうございます。そうなんですよ、みんないろいろねお声掛けしていただいて、社畜計算もリピしましょう、いいですね、ターシーさん、なるほど、これが普段の花城さんなんですねってことで、花城です、はい、ね、もうおしとやかでね みんなかんなさんに爆売れすしてましたねってことで、結構俺ずっと撮ってたからかもしれない、うん、カメラずっと構えてたからかもしれないね、うん、本当にずっと構えてたね、うん、ずっとまあまあ腕も疲れてた、帰ったら、うんうん、ずっと腕上げて撮ってたからこうやって、うん、あと、ジャムさん、小宮山優子も人殺しみたいな目の時ありますかっこいいってこと、優子の表情は豊かだねやっぱり ね、うん、いろいろね、うん、あと福島の明かりがすごい表情豊かになってましたよさっき打ち合わせでも言いましたけど、本番前にも言ってましたね、すっごいニコニコするような、もう最初の頃なんかすっごい無表情で踊ってましたけど昨日はかなりいい表情してましたよ、うん、本当に本当に、はい、あ、そうそう、カンナフェスとかだ、その、まあ、このギノガルフでねちょっとイベントができたらいいなということで、ちょっと今、うん、動きますんで、はい、その時が来たらちゃんと、はい、お知らせいたします、はい、あとは文土寺さん、余った肉くださいってこと食べきれなかったね、あと名前紹介してない方はいないかな、あいにょんさん、ライブ行きたかったけど寝てたにょんってことで、次待ってます、はい、シール・スチュアートさん、来週は足だけ見ます、かわいいやってこと、おい、おい、あ、エミーナさんがコンティニューコイン、あ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、あと武蔵さん、かなさん、やさん、かれんちゃん、こんばんは、こんばんは、やさん、 OBP& カチュン&リュードのライブは楽しんだ話、迫力あって元気を感じれてよかったですね、かなさん、写真撮影した際に最前列が撮影しにくくてしにくさを知れて勉強になったし、カレンちゃん、弟さん卒業おめでとう、指定愛めっちゃ素敵ってことで、ありがとうございます、ね、はい、MJ さん、カンナミちゃんとチェキ取りましたってことで、いいですね、楽しんでますね、あ、あとウカが来てくれてます、こんばんは、昨日ありがとうございましたってことで、いえいえ楽しかったです ね楽しかったです、はい、あとはクミモさん、三崎牛食べたよ、本当に全部半額だったこんばんちってことで、お、ユニオンに買いに行ったんでしょうか、そうそう、いいですね、はい、あ、そうそうそう、ひろゆきさん、そうね、右前で8、はい、ありがとうございます、ひろゆきさんね、いやいや、すごいなんかちゃんとしたカメラを、いいカメラを持ってカメラやっててね、で、なんか前どうぞって言ってくれて、はい、ありがとうございました、あつきも見てる、あ、はい、あつきよかったよ、あつきよかったよ、うん、よかったけど、よくなりすぎないでよほどほどにほどほどだよ、はい、あとレンレン大きかったよ、ああそうですか、うん、レンレン見てないでしょ、見てないですね、レンレンがもうね、レンレンじゃないわけいやレンレンでしょ、いやレンレンじゃ、俺の知ってるレンレンじゃないの、うん、うん、もうレンレンがレンレンじゃなくなってましたねはい、ということでさあ今日は久しぶりにしりとりトークを後半したいと思いますので、はい、ぜひ最後までよろしくお付き合いください、はい、では進めていきましょう、ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業の提供でお送りします。神田国平です。伊波優作です。花城かれんです。私たちはギノガルフという番組を仲良くやっています。毎週火曜夜9時生放送です。私たちはこの番宣の方向性がよくわかりません。いくぞワンツーちゃん。宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。今までないない、だから美味しい宮平乳業の低温殺菌牛乳。
石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。カイちゃん、カイちゃん、シマ持ってこい、カイちゃん、カイちゃん、こっち、カイちゃん、おじゃ、おさ、おさ、おさ、酔っ払ってるな。なんでなんで耳元にな、このおじさん。なんで、ここなんで。酔っ払ってるんですか。あ技能ガールフ。やっぱ切れ味が違いますね。そうですね。ねえ、有効有ですね。ツイキャスでジャムさんが、そう、改めて三崎牛ありがとうございます。明日受け取りますってことで、先週の三崎牛プレゼント当選者、ジャムさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい。はい、ということで。さあ、ここからは、グッドフィールドグループからのお知らせ。では、カレン、お願いします。今日は、ピーチジョン浦添パルコシティ店をご紹介いたします。ラブエブリデイ、ラブフューチャーをテーマに、女性の毎日とこれからの人生を輝かせるメッセージを届けていく。ランジェリーは女性の一番近くに寄り添う大切な存在。お気に入りを身につけるたびに心が上がり、体が喜ぶ。ピーチジョンは生活も仕事も恋愛もおしゃれも楽しんで生きる一人一人を笑顔にしたい。ランジェリーはもちろん、ファッション、ルームウェア、ボディケア、雑貨などを通じて、さまざまな個性を持ち、自分らしい輝きを求める女性たちの今とこれからをサポートしていきます。今シーズンはユリアンレトリーバーさんと佐藤晴美さんを新ミューズに迎え、ハッピー感あふれる笑顔、自分を磨くストイックさ、キラキラ感を増すお二人のそれぞれの魅力、それぞれの体型でランジェリーを着こなす姿でピーチジョンの商品を発信していきます。さて、今回はメインビジュアルでも着用のベスポジ上向き胸をメイクする素敵オーラブラをご紹介いたします。バストにはその人その人の体型によりベストなポジションがあると言われています。とはいえ、それを 80% 以上の人が知らないという現実、確かに普段の生活の中で常にバストのベスポジを意識しながらブラをつけるなんてハードルが高いですよね。でもバストがベスポジだと服を着た時の印象が実はとっても変わるんです。そこでベスポジ上向き胸を叶える素敵オーラブラが新登場。その秘密は、カップ下側の丸みを削り、トップ位置を高く設計した上向きバストを作り出すカップを採用。2. 痛い、食い込む、イメージを覆す新感覚ふわ伸びストラップ。 3. ピーチジョン史上最も薄い極薄ダブルキープソフトワイヤーを使用し、肌あたりはとってもソフトに。さらにカラーバリエーションも5色展開と豊富で、気分によって選べる楽しさも。ただいま店頭では、素敵オーラブラ、春の新作売上ナンバーワンの大ヒットを記念し、ノベルティキャンペーンも実施中です。新作素敵オーラブラを含む税込み8000円以上お買い上げの方に、ラボン、ピーチジョン柔軟剤をプレゼント。柔軟成分は植物由来で赤ちゃんの衣類にも使えます。優しい香りに包まれて、気分も上向きになること間違いなしです。ノベルティは数量限定となっておりますので、ぜひお早めにご来店ください。皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ちしています。そしてピーチジョンでは販売スタッフを募集中です。ランジェリーに興味がある方、明るく前向きに自分磨きをしてみたい方、もちろん未経験者でも大歓迎です。興味のある方はピーチジョン店舗スタッフ、またはお電話にてピーチジョン浦添パルコシティ店までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはピーチジョン浦添西海岸パルコシティ店2階、電話 098-943-6912 098-943-6912 までどうぞ。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。
はい、ということで今日ピーチジョン浦添パルコシティ店ということですけれども、やっぱりねこのランジェリーっていうのは、うん、気分を上げるためにもね、はい、やっぱ必要なものだと思うんですけど、意外になんていうんですかね、そんなにちゃんと調べてないというか、うん、なんとなくできちゃってる方が多いらしいんですよ、うん、なのでやっぱりねこういういろんな工夫をして使いやすさだったりねおしゃれだったりっていうのを考えたものをやっぱり一つ二つ持っておくというのはね非常にいいことだと思いますので、ぜひ女性の皆さん浦添西海岸パルコシティに行った時にはピーチジョンに、足を運んでいただければと思います。はい、で分からなかったらもうスタッフにね、そのまま聞いてみるのもいいのではないでしょうか。久美間さん、父は天真爛漫だからな、ベストポジに収めておかないと逃げていくって、そうですよ、せっかくあるものは綺麗な場所にね、ちゃんと、はい、収めるのが一番いいと思いますんで、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。以上グッドフィールドグループからのお知らせでした。さあそれでは1曲いきましょうか。今日誰のリクエスト、はい、はい、じゃあカレンどうぞ。エンミックスで OO。1個間違えました。どこ？どこでしたっけ？聞いててちょっとふんってなったのが、最後らへん、こっち1枚目の。1枚目の最後らへん、なんてハードルがあるのとか。そう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 、あれおかしかったよ。ランジェリーはファッション、ルームやボディケア、雑貨などを通じてって言ったけど、これ下で雑貨などを通じて、通じて、そうそうそう、下で雑貨などを通じて、はい、が一つと、あとは今日常にバストのベストポジションにブラをつける、なんてハードルが高いですよね。なんてハードルが高いんでしょ、なんてハードルが高いんでしょって、なんて違う違う、じゃなくてベストポジションにブラをつけるなんてハードルが高いですよねの言い方だからね、なんてハードルが高いんでしょうの言い方だったから、まあ、つけるな、だからこれ点の場所がまた難しくて、つけるなんてハードルが高いですよねだったからね。そうそうそう、まあまあでも長かったんで今日はまずまず読めたんだと思います。ちょっとアメリカになっちゃったんですね。これなんて、ああそうそう、なんてなんだろう。クレさん、来年度からブラの CM もねか、いやいや俺が読んだら変だから。うん、まあでも意外とそんなのヒットするかも、男性が。いやでもなんか結構読んでたよ。ああ、いや普通のテレビ CM とかでさ。そうそうそう、男性の、うん、いや女性のも、うん、ラジオでもテレビでも、シルスチュアートさん、この時間のファンです。MJ さん、キャン君元気になったって、もうそうだね、あそうですね、ごめんごめん、後で触れましょう。バッチリですね、はい、じゃあ曲あと20秒ですね。あ、はい、そうなの、こっち短いね、はい、はい、では間もなく終わります。エンミックスで OO でした。さっぱりわからない。そうですね、エンミックス、エン組ぐらいしかわからないです。これがさっぱりだっていうぐらい、そうですね、ザさっぱりでしたね。遠藤久美子しかわからないです。MJ さん、キャン君元気になったってこと、そう、触れるの忘れてたんですけど、キャン君がもういい DJ 機材が変えたということで、よかった、元気に帰ってきました。おかえり。おかえりおかえり。はい、そしてニコニコヒーゴン君、お茶いただいております、ありがとうございます。ありがとうございます。フレームもなんか来てて、左下はたわしですかってことですけど、隅っこ暮らしのそれっぽいのがあります、ね、確かに似てますね。はい、ありがとうございます。さあということで、あ、ムトゥブブルおかえりって来てますね。はい、さあということで、じゃあコーナーいきますか。はい、はい、じゃあ参りましょう。
しりとりトーク。そういえば円組さん番組に来ましたよ。あ、前のスポーツボーカルに。あ、そうなんだ。そう、円組さん最近超綺麗でしたよねえ、うん、なんどのぐらい多分国際映画祭の時に。あ、そうなんですね、はい、お綺麗な方でしたね、うん。さあではコーナー進めていきましょう。しりとりトーク、これはあるお題について3人でトークを進めていくものです。ただし話のお題はしりとり形式でどん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 変わっていきます。でリスナーの皆さんもこのツイキャス見てる方の、協力も必要です。喋ってほしいお題をぜひ送ってきてください、うん。で前回がかなり前だったんですよ、ニハさんね。そうなんですよ、このしりとりトーク自体は、うん、ギノガルフでやること3回目らしいんですけども、うん、1回目が2018年の1月30で、うん、2回目がその2018年3月20日、うん、で、あ、そうそう、3回目が2020年の1月28日これまで3回やったってこと、3回やったってことですね、うん、今日が4回目で、だから約2年ぶり、はい、でその2020年の1月28日が最後、まあ、通風浮気期旧正月で終わった。なのでまあまあこれ、最初のね2018年からもスタートして、うん、2018年の赤股っていうお題からスタートずっとしりとりしてるので今日はその旧正月のつ、あ、なるほど、つから始まるお題でしりとりトークしていきたいと思います。あの通から始まるお題をぜひあのツイキャスでコメントいただければと思います。すよろしくお願いします。だから前野ちゃんがいた時ですね。あ、のどかでは怖くてやらなかったんですかね忘れてましたねこのコーナー。そう、僕が最近見直してて、うん、あ、これいいコーナーだなって。ああ、なるほど、そうそう、ね、てますね。あ、ツイキャス、ああ来た、あ、ツイキャスでいいかも。あ、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあツイキャスで行きましょう。はい、ツイキャス、はい。いや、ツイキャスといえばもう、うん、カンナさんがね、はい、もう毎週僕らおまけ放送でツイキャスでやってますけど、カンナさんのツイキャスで、うん、放送してますから、うん、はいはい。あ、でも自分では僕やったことはないんですけど、いや、伊波さんがツイキャスやったら多分見る人いると思う。いやいやいや、いないですよ。いや、伊波さんのツイキャスラジオ配信とかって言ったら、いやいやいや、彼に聞くよね。あー、そうですね聞かないな、聞かないっていう顔。いや、クミモさんは聞いてくれると思いますそうね、クミモさんと稲峰香織さんは聞いてくれる稲峰香織さんはね、まあ、聞いてくれると。あ、いや、電話した方がいいすごいよな、こんな簡単に配信が。そうよね、すぐできるって、ね、スマホ一つでね、うん、最近車の、なんだっけ、ドライブ配信みたいな、ドライブ配信とかは最近はあんまやってないですね、うん。まあ、あれは本当に気まぐれ、気まぐれなんで、うん。でもツイキャスってあれよ、その例えば収入をある形に、だから有料配信みたいなのもできるんですけど、うんうん、そんなのおこがましくてもできないので、うん、これからも気楽に、うん、気楽にこのおまけ放送だったり、僕がなんか気が向いた時にさらっとやるぐらいでいいのかなと思ってます。カレンはツイキャスやらないの、はい。いやー、ツイキャスまだ考えたことないですね。だってもうね、ミクチャやってるしね、まあ、そうですね、ミクチャの方を主にやってるので。でもツイキャス、皆さんが聞きたいって言うんであればいいかなと思います ね、 そうね、いろんなところでできたらいいかもしれないですね、はい。これもツイキャスですもんね。そう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 、カンナさんのほろ酔いトーク、僕酔わないっていうかお酒飲まないので、まず伊波さんのほろ酔いトークだったら聞くんじゃないですかみんな。ツイキャスだから一人でってことですよね。はい、一人は無理ですよ。どう考えても一人は無理ですよ。いやいや、一人ですよ俺。だったかな。一人は無理ですよ。でも一人の姿もちょっと、うん、聞いてみたいですよ。一人どういう風になるのか。どっかで言ってたんですけど。どうもならないですよ。あの元オリジンのワニ先生が。うんうんうん、17ライブかなんかでずっと一人で喋ってたらしいです。どうだったんですか。誰もいないのにずっと一人で喋ってたって聞いたことあるんですけど、ちょっとそれはそれで見てみたいですけどね。はい、じゃあついここまででしょう。ツイキャスのスじゃあ次そのスから始まるお題をぜひ皆さん、はい、スから、マメマメサンキューさん、岩さんの昔やってたペヨンジュンの真似聞きたいなってことで、あ、すごいヘビーリスナーさんですね。超ヘビーですね。20年前の、
すごいですね。あのだとかって言ってますもんね。ペヨンジュンでヨン様って言われてたんだけど、はい、俺らラジオコント作っててユウ様っていうコント作ったの。ユウ様、うん、はい、私は今代々木公園にやってきております。なんとここにユウ様がやってくるということでね。あ、やってきました、ユウ様、ユウ様、サモンニドー、アニョハセヨーですね、アニョハセヨーみたいな感じでやるっていうコントをずっとやってましたね。ありがとうございます。サンダー、コマダー、ナナナツダーっていうのをずっとやってましたね。はい、まだ音源残ってますけれども、はい、スターバックス、ステージどんな感じですかね。スターバステージ、すっとこどっこい。スタバにしようか。そうですね、はい、スターバックスにするか。はい、はい、じゃあスターバックス。スターバックス、あれですよね、よくじゃない、ホワイトデーカンナさんから、うん、あ、この間ね、いただいたのスターバックスだったような、うん、で誕生日か、うん、いつか誕生日だったような気がするんですけど、うん、その時もスタバカードくれませんでした、うん、あ、スターバ、そうだよね、ですよね、よく行くもんね、カンナさんね。いや、なんかね、ちょうどプレゼントにいいものが結構あるのよ、うん、スタバって、はいはい、そうそうそう、めっちゃ嬉しかったですね。 あれ、カードって使ってんの？あ、カード全部もう次の日ぐらいに使いました。結構使い切っちゃうタイプなので。なるほど、そうか。まあまあ、よかった。忘れる前に。最高どのぐらいいたことあります、スタバで。最高どのぐらい、そんなに長く時間とかいない？あ、でもドライブスルーが自分は多いんですよね。俺も持ち帰りが多いか。そうだよな、スタバのドライブスルーすごいもんね。でも学生の頃はもう受験勉強とかで、うん、しょっちゅう。ああ、そうか、その店内で勉強するみたいな。店内で勉強する機会が多かったので、 その時はもう2、3時間ぐらいはいましたね。あのさ、今の飲んだ、新しいの。新しいの飲んでないんですよ。あのフルーツみたいなやつが出てるんですよね。あ、美味しいよ。ミルク何だったかな、なんちゃらかんちゃらっていう、うん、この間飲みましたけど、やっぱ美味しかったですね。あんまり僕行かないんですよね。いや、確かにイメージあんまりないよね。コーヒーのイメージが強く、いまだにちょっと注文するとき、ちょっとやっぱドギマギするかもしれないね。ああ、ね、ブレンドの S とか言いそうだもん。そう、言いそう。よくあれですよね、ローソンのが多いので。コンビニの、コンビニのね。オープニングトークでよくローソンのコーヒーの。ローソンで一回言って、あ、ローソンじゃない、スタバで言ってほしいな、ブレンドの S ください。はいって言われるかもしれないですけど。やっぱはいって言われるの、それ。いやいや、あの、言われないです。言われない、ね、優しく、優しく、あ、この方おじいちゃんなんだなと思って。優しく接してくれるんで全然大丈夫だと思いますんで。はい、じゃあ、あ、もうスタバ怖くていけない、慣れですよ、全然ですよ。はい、クミモさん、イハッピーがスターバーで注文するところをツイキャスで配信してほしい。いいですね、地獄のツイキャス。じゃあもう一ついけるかな、はい、スーだね、スターバックスー、またスーか、もう一回スーですね、はい、スー。あ、結構みんないるんですね、スタバ注文の仕方。いや、慣れですよ、あれ、うん、スリランカって難しくないですか。スリランカについて何をしゃべる。沖縄にゃんちゅうさん、スーパージャムさん、スブタ、スブタも難しそうだな。水上さん、スタバ値上げするみたいです。なんかね、豆乳とかね、その辺のね、ニュースがありましたけど。スーパー分の1さん、好きなのかもしれない。ニコニコひーくんさん、サイバーボックス、いやいや、サイバーボックス。スーじゃないから。ジャブさん、スタルフィン。プロ野球でも伝説のピッチャーですね。あ、そうなんですね、はい、もう多分60年前ぐらいのピッチャーですね。今スマホで検索したら写真白黒です、ね、そうですね、うんうん、スキンケア、素揚げ、素揚げ、スライリングラリアット。バッファさん、スカンジナビア、どれか、もうどれがいいかな。いっぱいあるの。どれがいいかな、スーパーか、スーパーね。ジャムさん、スワーマー村エイジ、60年前くらいのピッチャーですね。これ70年前くらいかもしれない。すごい。あ、スタンプ、ああ、どうします、どうしましょう、イヤさん、どうしましょうか、うん、今のところスーパーか
スキンケアかスタンプです。スーパーやります。じゃあスーパーにします。はい、はい、じゃあちょっと短めでスーパー、はい、スーパースーパーに行くことあるかね。スーパー昔はよく行ってました。なんかあんまり、まあ、ちょこちょこは行きますけど、僕は、うん、まあ、うちの前にスーパーあって、うん、まあ、僕、うん、その実家なんですけど、うん、僕がちっちゃい頃からあるスーパーで、うん、そこのおばさんに嫌われたら、うん、もうえらいことなるっていうもうちょっと聞きたいです。どうなるの？そのスーパーのおばさんすんごいおしゃべり好きなんですよ。でお客さんにみんなにもうあそこの店のなんとかはなんとかいろいろ言うから、結構フレンドリーな感じで、そうそう、フレンドリーな感じで言うから、ちょっとでもこのおばさんがここ、ね、機嫌損ねるような情報が入ってしまったら、もう一瞬にしてその地域っていうか僕のその全部に知れ渡ってしまうと、やばいですね、知れ渡ってしまう、悪い評判が、そうそうそう、全然悪気ないんですよそのおばさん、全然ないけど、やっぱ世間話のこの延長線で、もう思ってることも本当にもう包み隠さず言っちゃうもんだから、なんか昔っぽい ねそれも面白いんですけどね。久美子さん村八分スーパーって言うんですね。前はな、でもだからアイスクリームスーパーオリジナルのアイスクリームとか昔あったの、あってソフトクリームとか、僕はもう素焼きの豆しか買ってないですね。スーパーでですか？そうそうそう、流毛で買う素焼きの豆が一番ちょっと大きいサイズで、ああ前、そうそう、ダイヤモンドじゃない、アーモンド、そうそうそう、アーモンドダイヤモンド、ダイヤモンド食えねえよ間違えました。アーモンドとかね、そのですよね、そう、でもやっぱこういう地元のスーパーとかの方がさ、惣菜とかやっぱその手作り感がすごいあるから、やっぱ、そうね、なんか一つすごいヒット商品とかがあったりね、はいはい、コロッケだったりとか、自分は昔スーパーでしょっちゅう人間違いしてました。ああ、ねえねえお母さんって違う人、いや おばあちゃんとよくスーパー行くことが多かったんですよ、うん、おばあちゃん家行くってよく言ってたので、うん、行った時におばあちゃんにめちゃくちゃ似てる方がいて、めっちゃ服その日服の色もめっちゃ似てて、おばあちゃんって大体雰囲気も大体似てるから似てて、おばあちゃんって言ったら真顔で誰ですかってめちゃくちゃ気まずかったです、ね、俺は子供の頃やるわ、ね、一回やるわな、でもなかなかいい年だったんです、誰ですかっていうのな、おばあちゃんここで、ね、どうしたのとかじゃないんだな、誰ですか？真顔で言われましたね。いや、もうちょっと年いくと、もう今度はもうおばあちゃんかおじいちゃんか分からなくなる時もありますからね。そうそうそう、分からない。そうですね、うん。はい。そういうところで、もうあっという間にお時間です。はい。はい、ではコマーシャル。技能ガルフ。です。リハ優作です。花城かえんです。私たちはギノガルフという番組を仲良くやっています。毎週火曜夜9時生放送です。私たちはこの番宣の方向性がよくわかりません。いざワンツーちゃん。宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを。君も一緒に楽しもう。だから美味しい。宮平乳業の低温殺菌牛乳。石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。最初はグー、じゃんけんパー、あ、グーだ最初はグー、じゃんけんパー、あ、グーだあ、グーだいや、そんなのやめてくれないから技能ガルフ。お、今日は優子、優子ジングルが多かったですね。後ろにいるのが、後ろにいるのね、うん、今のは伊波さんですけど、ね、はいはいはい、初期の頃の、そうですね、技能ガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ宮平乳業の提供でお送りしました。さあエンディングです。カレン、はい、何かお知らせありますか？はい、今週の日曜日、はい、メンバーのユノンちゃんの生誕があります。そして28日も定期ライブ、カチューンの定期ライブがあります、うん、詳しくはカチューンのツイッターの方、あ、すごいですねバイクの音、ツイッターの公式から
あのチェックしてみてください。そしてあと2期生の募集オーディションが、昨日から始まっております。よかったら、うん、あのいい可愛い女の子がいましたら、素敵な方がいましたら、ぜひあのオーディション誘ってください。言い方が怪しいですけど大丈夫ですか？なんか可愛い女の子がいましたらっていうけど、ぜひ応募してください。ね、まあ、おすすめとかちょっとやる気のある子とかね、はい、はい、そういう感じ。なんか年齢見たら17歳から17歳か25歳ぐらいまでだと思います。って書いてあったのでね、はいはい、そうに該当する方がいましたら、はい、女の子ぜひ来てください。はいはい、シルスチュアートさん、やった、応募するってこと。女の子って言ってますけどね。女の子で沖縄在住って言ってました、ね、沖縄在住ですね。どのあたりがなんかね、その条件にあったんでしょうか、わかりませんが、はい、ぜひ挑戦してみてください。はい、バファさん、年齢だけがちょっと合わなかったですね。はい、はい、いやでも楽しみ、2期生が入るってことはまた新たな、うん、あ、そうだよね、そうですね、そう、可能性というか広がりが出てくるわけで、また勝ちも強くなります。いや本当だよ、はい、ね、もうアイドルもいろ、ね、いろいろいる中でまた勝ちもファーアップして、そうね、はい、そうなったらまたフォーメーションだったりね、そうなんですよね、バリエーションも変わってきたりするんでね。なので、はい、太陽になるようは今のうちに収めといてください。あの見納めというか。そんなに簡単に譲るの？いやいや、そんなことはないんですけど、もしかしたらダメだよ、簡単に譲っちゃダメだよ。もうだからこの間おまけ放送って言いましたけどね、最終的にはセンターは相撲で決める。そう、相撲で勝った方がセンターっていうね、それがカチュンのルールにしましょう。はい、はい、すごいごっついやつ来そうですね。この後神田邦弘の、ツイキャスでおまけ放送をやりますんで、よかったらそちらも聞いてください。というところでお時間です。ギノガルフ、お相手は神田邦弘と伊波優作と花城可憐でした。神様、また来週火曜夜9時にお会いしましょう。さよなら。なんか来週ゲストいるってよ。来週、そうなんですね、うん、はい、ありがとうございました。来週行ってたぞ、佐々木さんが。あ、そうだっけ、うん、何でも。来週ですか。来週、来週、いやだから今週、今日は来られるかどうかわからないで。ああ、そういうことか。そうそうそう、来週は、あ、また来週それで来れるんだ、それで、はい、来週来れるんだ。来週は来ます。来週は来れる。そうそうそう、違う人だよ、うん、違う人だ。そうそう、あ、はい、ということで、まあ、この後、はい、はい、今日はそれやりますので、実は私が来週のゲスト、あー、どうでしょうね、うわー、ね、もうオープニングトークから任せるかもしれないですけど、レベル高いです。画面いっぱいのなんかのキャラクターかもしれないですけど。はい、ということで、じゃあこの後神田くんヒーローの、ツイキャスでおまけをしてやります。よかったら入ってください。また後ほどです。